久しぶりだな、メディナ。え、メディナ？本当だ、メディナだ。剣技を磨くって言っていたし、君もやっぱり修剣学院に入ったんだね。話は終わり？私、急いでいるから。 おい、メディナ、久しぶりに会えたんだし、積もる話も。語るような思い出はない。そんなこと言わないでくれって。ユージオとも何度もメディナの話をしたんだぜ。うん、僕たちも剣術大会や衛兵隊での暮らしで忙しかったんだけど、メディナの方はどうしているのかなってキリトと話したりしていたんだ。貴様たちと過ごしたのはほんの一時だけ。私のことを話す義理はない。どうしちゃったんだよ、メディナ。これはこれは、見てみろウンベール、あれがオルティナノスケだ。相手は平民とはいえ冷たい人間ですな。貴族である我らでさえ話しかけるのをためらってしまう。仕方あるまい。オルティナノスケは一般的な貴族とは違う特別な一族なのだ。ですな。共に過ごす学院生活が楽しみで仕方ありません。私もですよ、アンティノス殿、ジーゼック殿。少々言い回しに違和感を覚えましたが、お二人のオルティナノスを称える言葉、確かに受け取りました。行くぞ、ウンベール。メディナは貴族だったんだね。まあ、だから剣術大会には出なくとも修剣学院の入学試験を受けることができたんだ。とはいえ、追いかけよう、キリト。ああ。メディ…ムカつく、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 メディナ。いたのか、キリト、ユージオ。違うんだ、今のは。つい、ライオスたちの言葉に怒りが抑えきれなくて。すごいな。え？特に最後の、連撃からの一撃。一体、どういう技なんだ？方法は、わからない。気づいたらできていたんだ。私のあんな言動を見ても聞くのは技のことか。メディナがらしくない行動を取ったからってそのことを気にして態度を変えるようなことはしないよ。確かにそういう男だったな、キリトは。こんなところにいたのか、メディナ。何か用ですか？お前とはもう一度話し合っておくべきことがあると思ってな。放課後私に会いに来い。いいな？分かった。今のって。気にするな、ただの知り合いだ。本当だ、疑うな。分かった、信じるよ。僕もだ。相変わらずだな、貴様たちは。懐かしいだろ。多少な。改めてもう一度会えてよかったよ、メディナ。これからもよろしくね。